小倉市は、かつて、福岡県東部に存在した市。現在の北九州市小倉北区と小倉南区に相当する、旧菊群の一角で、1963年2月10日、文字市、戸端市、八幡市、若松市と合併して、北九州市となった。1963年4月1日、北九州市の政令指定都市以降に伴い、旧小倉市は、小倉区となり、 1974年には、小倉北区と小倉南区に分布された、律令成果では、武前国菊群の一地域となる、関ヶ原の戦いの論功交渉により武前国の統治を始めた細川忠興が、1602年から統治に小倉城を築く。これ以後、小倉藩の城下町となる。1632年には、細川氏に代わり、小笠原忠ザが違法され、以後は、 小笠原氏による統治が続いた。1866年の長州征抜において、長州藩側の反撃を受けて、小倉藩自らの手により小倉城は火がつけられ消失したに復元されたもの。明治時代、廃藩地県により小倉県が成立し、小倉はその県庁所在地となったが、1876年に小倉県が福岡県に合併されたため、県庁所在地ではなくなった。 その後も北九州工業地帯の中心地として商業のほか軍需工業が発展した。特に1933年に建設された小倉造兵将は風船爆弾の製造基地ともなった。また森外は軍医時代には一時期小倉に赴任していた。第二次世界大戦の終結直前。 1945年8月9日のアメリカ軍による長崎市への原子爆弾投下は当初の投下目標は小倉であった。長崎に変更された要因は悪天候と前日の8枚空襲の余人のためだったと言われる。小倉における原爆投下予定地は小倉造兵省であり日本の軍事拠点ということから広島市と共に原爆投下の候補地だった。 10月17日、アメリカ軍が進駐、町村製紙工事は、菊軍の一長として発足し、その後姿勢を施行し、菊軍内の町村を次々と編入して拡大した。1962年頃、小倉は九州と本州の接点の交通都市で、江戸時代の小倉城下には、長崎街道の支店にあたる時は橋が設けられた。小倉駅は、鹿児島本線。 日本本線の結節点となっている。合併前は、山陽新幹線は未開通。道路においても、国道3号、国道10号の分岐点にあたる。九州自動車道では、小倉東インターチェンジと小倉南インターチェンジが設けられている。小倉東インターチェンジと小倉南インターチェンジの間には、北九州ジャンクションがあり、東九州自動車道の起点となっている。 合併前はいずれも、未開通、旧、北九州空港は、小倉空港として1961年より、民間飛行場として供用が開始された、無法末の一生の舞台である、7月末に開かれる小倉祇音大鼓は、太鼓議音の別名を持ち、坂本冬美の歌、暴れ太鼓にも歌われている、北九州市発足以前の誕生者政財界、軍事芸術家芸能人その他、 ありがとうございます。